まあ、これサイトを作る、まあ、ブログを作りたい、どういうふうに運営をすればいいんですかっていうのもあるんですけども、サイトの始め方としてハンドルネームで稼ぎたいとしておりますね。まあ、海外移住を前提にしている、方ではあるんですけども、まあ、基本的にハンドルネームなんですよね。基本的にそのネット上の世界の、あの活動のスタンスっていうのは、僕みたいに、まあ、本名を出すっていうのは逆に多くはないかなと思います。ただですね、あなたが高額なサービスを売ったりとか、あなたのだからお願いしたい、まあ、そのコーチング、コンサル、とかですね、セッションとか、そういったそのあなただからお願いしたいっていう場合はですね、できるだけあの実名を出せる方がいいのは確かです。で、顔出しを もっと言えば YouTube とか動画を使うのであれば顔出しが理想なんですよね。ただやっぱりいろいろ会社の事情、会社に勤めてるとかいろんな事情があると思うので、ハンドルネームでっていうんであれば、あのそれで稼げないってことはないんですけど、ただ分かりやすい日本語のひらがなとかにした方がいいですね。実名以外で活動した YouTuber